今日は大晦日。神奈川県に住む私たちが年に一度義実家を訪れる日でもあります。義両親は一般的にはきっといい人なのでしょうが、なんとなく合わないんだよな。まあ年に一回数日間過ごすくらいだから、あまり深く考えないようにしよう。そうそう、実はね、近いうちにこの家を建て替えようと思っているのよ。この家の隣の土地にな。え、これから建て替えるの？だってこのうちいろんなところにガタが来てるじゃない。だからもう打ち合わせも進めてるのよ。どんな家かはまだ内緒だぞ。次のお正月は新しい家で過ごそう。楽しみにしててね。70歳を超える2人の家だし、こじんまりとした平屋でも建てるのかな。お家の間取りはお正月まで秘密です。え？でっか！ちょっと待って、大きすぎない？どうしてこんな広い家を？驚いたでしょ？ずっと内緒にしていたのは私たちからのプレゼントだからよ。あなたたち家族がいつでも2階に住めるように考えた間取りなの。サプライズ。え？同居する前提？1階は義両親それぞれの寝室にキッチン、リビング、トイレにお風呂。2階を私たち家族用に寝室が2部屋とミニキッチン付きのリビング、それからトイレがありました。お風呂が共同？完全に世代ですらない。どう？気に入ってくれた？というか俺たちあっちで働いててこっちに戻る予定なんてないんだけれど。いやね、まだまだ全然先の話よ。私たちだって今は体も元気だし、まだまだ2人で暮らせるわよ。同居なんてもっともっと年を取ってからの話よ。何？いつの間に同居の話になってるの？だからこっちには戻らないって言ってるじゃないか。どうして何も相談せずに二世帯っぽい家を建てちゃったんだよ。今後施設に入ったりする時のお金にしてもよかったんじゃないか。施設？入らないわよ。そのための建て替えなんだってば。え？私たちが介護をする前提で家建てたの？あなたたちが上の階に行ってくれるってだけで私たちは安心よね。家が賑やかになるだろうしな。それにこの辺の長男の家族はみんな親と同居してるのよ。なんなら結婚当初からよ。うちは遅い方なんだから。こっちでの就職先が心配ならね、あなたたちの就職先も探してあげるわよ。だからさ、こっちで住むことを考えてみてよ。いや、そんな急に言われても。もしかして同居できるような間取りにしてしまえば俺らが折れるとでも思った？え？確かにここは田舎だし同居する文化があるかもしれないけれど、俺らはもう生活の基盤が神奈川にできているし、会社を辞める気もない。私だってここまで築いたキャリアを手放したくありません。ねえ、あなたは働かなくてもいいんじゃない？それかパートとかじゃダメなの？お母さんなんだし、もうそろそろうちにいたらどう？ああ、ダメだ。どこまでも自分本位。私のキャリアなんてこの人にとってはどうでもいいんだ。これ以上、この話を続けても意味がない。もう不毛な議論はやめましょうか。疲れたので休憩しましょう。そうね。これ以上話しても埒が明かない。そうと分かれば、早々に切り上げるほかありません。これ以上義両親と一緒に過ごしたくないと感じたので、急いで空いているホテルを探しました。それから3ヶ月後。こうなったら、義両親には何を言っても伝わらないので、行動で示すしかありません。私たちは、神奈川県に家を買うことにしました。私たちが住宅購入したことを知った義両親は案の定激怒。とはいえ、義両親たちが勝手に相談もなく、私たち家族の部屋を作り、介護も任せる気満々だっただけですから、知ったこっちゃありません。事前に義両親と私たちで話し合いができていれば、お互いに妥協点を見つけられたかもしれません。次は弟に話が。うわ、逃げて。時代は常に変化し続けています。昔の価値観を持つ両親に言いくるめられず、私たち家族を守ってくれた旦那に感謝しかありません。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。